公共紙幣エウレカ74ハイボリューションオール設定カンパバトル。よし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 、さあお集まりいただきましたけれども、はい、さあありがとうございます。今回の機種はこちらでございますよ。はい、ねえ、いいですね。待ってました、待ってましたと、顔がいい、いい面構えでございますよ。綺麗だね。ついにエウレカシリーズがスマスロになって登場と、はい、ですね。なんかシリーズ初の直営 T だったり、おお、ね、新しい要素が、あ、そうですよ。いつまで検証演してるつもりなんですか。別にこれ流行りでやってるわけじゃない。検証演ずらして、ずらじゃない。花粉症のかっこいいみたいなもんでしょ。墨でも入れたんですか。ちょっと待ってくださ い、 そういうこと。やけに隠すけど。何がですか。やけにずっと隠してるから、こう手首に。シーサさん、シーサさんはガチだ。シーサさんはここまで入ってる。よう隠れてますよ。なんかずっと長袖やもんね。あ、ちょっとガッとくん、今日チェリオさんケツあるらしいからあんま。いや、一言もしなかったそうだよ、まだ笑ってただけですよ。ただただ笑ってた。愛想笑いだ。早速じゃあ自己紹介の方からお願いいたします。エウレカモチーフカラーを着てきました、バツルシアボンの誠です。お願いします。お願いします。 します。そしてエウレカ A プラス ART を声の声してます、チェリオです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。好きなエウレカシリーズはエウレカ 7AO です。松本バッチです。よろしくお願いします。チェリオくんは今日工房を仕込んでいて遅刻しました、マリモです。なんて言いました。待って、ファンやだからさ。工房仕込んでいて前職前職。アイキャンフライデジャー編集部のピザチョウです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、はい、僕もエウレカモチーフからです。ワンゲーム TV ガットシャムです。くすんでるよ。エメラルドプリンス。ちょっと待って、違くないか。よう言えたぞ。エメラルドプリンス。だいぶ濁ってる。だいぶくすんでる。だけどしかも心は綺麗なんで。まあ何やともあれですね、これまた設定を見抜いていかなきゃならないということで、基本的なゲーム性と、そして設定推測のポイントなんかを教えていただきたいんですが、はいはい、本邦初公開のものももちろんあるということで、皆さんもご注目して聞いていただければと思います。今回は誠さんですか。はい、お願いします。大体誠がやります。お、来ました。それしか仕事がないということで。おい、ちょっと待って。リノさんのスケジュールが怒った方がいい。はい、びっくりした。やっぱり起点が効かなくて面白いこと言えないとあそこに追いやられるびっくりした。ありますけれども、蹴っときます。だまだ大丈夫。言ってね、いつでも事実なんで。ゲームフロー、はい、はい、はい。まず通常時ですね、コーラリアンモードへのルートは2つございますよと、そしてですね、ウェーブというものを1ゲーム消化すると1ウェーブ加算されるというシステムなんですけれども、はい、その規定ウェーブ到達で、AT の抽選が行われますよという、まあだから北斗転生の安倍氏みたいな要素が通常時、存在します。そしてもう一つがですね、まあチャンスゾーンがこれですね、LFO モードというチャンスゾーンがあるんですが、これはゲーム数でいきます。ゲーム数でいく可能性があるんですが、404ゲーム、そして808ゲーム到達時に、突入抽選が行われるというこの2ルート、まあ、あと薄いんですけど、直撃も、レア役による直撃なんかもございます。設定差あるんですか。そう、お、早いですね。ちょっとなんかないんじゃないですか。ありそう、ありそうやね。あれ、じゃあ後で出てくるかな。もうちょっと後で喋りましょう。そこはありそうという感じで AT を目指すんですが、このウェーブに関しては、はい、このセブンチャンスと呼ばれる、ウェーブを獲得する特化ゾーンがございます。これがね、エウレカの3にあった、はい、コンパカウントチャンスという あれにすごく似ているので、あれ面白かったっすね。まあ、エウレカ3打ってる人だったらスッと入ってくる仕様になってるかなと。報酬を上げてって何でとどめさすかみたいな、うん、そうですやつですね。その辺全く同じ感じです。はいはいはい、なので、はい、分かりやすいかなと思います。前作売ってる方だったら、それを契機にですね AT 入れてもらって、名称はコーラリアンモードですね、50ゲーム1セットとなってまして、純増は約 2.1 枚と、うん、はい、っていう感じで、ここもそのエウレカ3の要素がありまして、エアリアルチャンスというもので、まあ上乗せだったりボーナスを目指して最終的にいっぱい出しましょうというのが、割とだからゲーム性でいうとシンプルなんですよ。
そうっすね。そう当たりが一番最初からコーラリアンモードっていうところが一番の変更点って感じですか、はい、うん、うん、そうですね、そうなっております。あとはあハイエボモードとか、ボーナスでアネモネっていう、まあ、特化ゾーンもありますよという感じになっておりますね、うん、設定推測要素なんですけれども、うん、AT の初当たり確率に設定差ございます、はい、設定1だとだいたい366分の1と、はい、ちょっとまあ重いかなっていう気はしないでもないんですけれども、まあこう順繰り上がっていって設定6だと270分の1、そうここ結構差があるんで、シンプルにまあこう設定ほど初当たり取れますよというような感じですね。先ほど触れたセブンチャンス、こちらも出現率です。これは設定差あります。設定1だと72分の1ぐらいで、6だと63分の1ぐらいなんで、ここもあのサンプルとして皆さん、セブンチャンス突入回数をメモっていただいて分母で割って算出みたいな感じですかね、はい。そしてですね、先ほどチェリオさんが触れていた、はい、直撃ですね、はい、AT の、ここにも設定差ございます、はい。まあ、設定1と2はほぼ同じぐらいな確率で、はい、まあ、順繰り上がっていくんですけど、まあ、6が3586分の1と、ここだけちょっと頭一つ抜けてるかなっていう感じなんで、まあ、レア役後にざわついたりするんでしょうね。で3、4、5もだから判別難しいですね。だから3段階に分けて考えるみたいな感じですかね、うん、そうっすね、1、2、差し5、うん、あと6と、うんうんうん、そんな感じで、だからあ、まあ、こう設定の人が引いてもらったら、うん、まあ、その設定を推測する上では、うん、分かりやすくなるかなという感じです。はい、はいはいはい、そしてですね、まだございます、こちら我々を助けてくれる演出面ですね、はい、サミットロフィーもちろんございます、うん、AT 終了画面とエンディング終了画面で出現するという感じなんで、まあ、初当たり引けばその分、うん、トロフィーが出る可能性も上がりますよという感じですかね。そしてボーナス終了画面、画面が4種類、キャラの数ですね、2人4人6人8人いいですね、まあ当然分かりやすい、人が多ければ多いほど的なことなんでしょう、はい、全部これにしてもらえないですか ね、全部これはむずいですね、統一、なんか人数まで統一してほしいですね、うん、確かに、うん、どうする、多い方がいいで統一していただくと、うん、そうキャラあんまいない台もいるかもしれないじゃん、いやもうなんとかそれはもうモブを増やすなりなんなりね、まあ確かに分かりやすいね、見落とすことはほぼないと思います。2468と覚えておいてください。はい、そしてですね、 AT 中の獲得枚数表示、各シリーズ同様丸々マイオーバー、うん、ああおなじみのおなじみの、まあ、ゾロ目だったりっていう感じなんですかね、はい、123とかですか、それ出ないと思うなんでそこをチョイスするんですか、怒られてます、すぐ捨ててやるよそったら出たら出たらでも3あるんですよ、3あーちょっと夢がないですよ夢がないです、174とかもあるってことですね、今回ね、あ、そうっすね、はい、その否定的な、はい、否定系もあったりするんで、うん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 、意外となんか見逃しそうなんで、そのタイミングちゃんと皆さんはい、出るかどうか確認してください、はい、はい、そしてエンディング中、これいっぱい出した後ですね、うん、レア役成立時に、入賞ランプが変わると、ほう、特殊色が全3種類ございますんで、レア役引いた際は、まあ、エンディング行ってレア役引いた際はですね、まあ、ちょうど我々も幸いにも1から6まで1台ずつございますので、はいはい、まあ、その辺なんかもね、横と比較して今後の皆さんの手がかりになるような情報を引き出せればなと思いますので、うん、はい、あとはやっぱサミさんといえば、はい、設定当てたらね、そうなのね、いいもん持ってきたら、いやそれはもうございますよ、もう我々の年代なんかあ あるでしょ、あるあります、うん、田中、うん、田中、お田中来た田中来たよ、しょうがない、検証縁じじいの代わり私が運びましょう、違う、違う悪いね、私が運びます、わ先生どうぞ、これで向きは合ってんのかな、はい、じゃあいきますよ、はい、こちらでございます、会社にはうわ神戸牛のサーロインステーキのお肉でございますね、神戸牛や、はい、神戸牛のサーロインステーキ、サミーといえばお肉、うん、お肉ね、お肉問屋みたいなとこありますんで、そうですね、はい、ちゃんと6名様分ございます、当てればもう皆さん持って帰れるというね、ただ、まあ、これだけじゃないですから、
あの 1回の AT で、うん一番出した方が最多獲得賞という。ああ、ね、それはまだ内緒です。何がもらえるかあれじゃない。出して、ね、牛脂じゃないですか。牛脂。セット。牛脂だけ持って帰ってます。まあそれはそれでうまいから出料理の油でなんか料理する前にこう牛脂だ。セットで持って帰るのが一番いいと。いうことですね。わかりました。はい。まあなんだかんだ言って随分この番組も続いてますけど、はい、パーフェクトないでしょ、まだ、ないですよね、はい、そろそろどうですか、そうですね、期待ちゃうか、やりましょう、そろそろどうですか、やっときましょうか、はい、やりましょうって言いましたけど、はい、今日初めて喋りましたいつもの割り箸で、はい、年下一番誰ですか、班長じゃない、僕ですか、うん、37です、37、はい、同い年の大先輩、えじゃあ真ん中、じゃあ最後、検証園おじさん、じゃあ一番の方、はい、おわおわまさかシンプルシンプルしました、2番の方、はい、おお僕、角に、おここ、はい、お、角に、角に、さあ、3番の方、はい、おじゃ俺も角にで、角ににします、両子さん、角にを攻撃するということで、はい、さあ待って、俺もカドニーがいい、ちょっと待った、来たちょっと待った、ちょっと待った、俺もカドニー、入場順なんすよ、カドニー、お客さん、じゃあカドさんにします、取れるんかい、何もそれるんかい、こんなパターンある、4番ですか、4番ですか、え、俺6番ですよおい、絶対取らねえじゃねえか、じゃあ4番の方、はいはい、でもカド4行きますよ、カド4、中田、はいはい、5番が私です、はい、じゃあ森本さん、カドニーがいいですか、なんか俺がさ、パワハラしてるみたいになってるいや、パワハラですよ、パワハラですよ、でも年齢もないパワハラ、業界もでも、まあ、ただ打ちたいなって希望してるだけなんで、マリンボさんのパワハラに屈してカドだよねさあ、それではボール設定バトル初の全員旋回目指して設定推測頑張るぞ、はい、さあ準備整いましたので実戦スタートです、イエーイ、いってらっしゃい、いってきます、いきます、さあ来たね、さっさっさ、まあ打ち方ですね、まずは打ち方からいきましょう、もういつものエウレカと同じです、左リールはバーの下にチェリーがあるので左リールバーを狙っていただいて、スイカが滑ってきた場合はですね、中リールはバー、まあ右は赤7、白7あたりを狙ってもらえたらスイカをフォローできますよと、でこの、本家はですね左リールから止めてください、左第1停止推奨です、で通常時はですね1ゲーム消化するごとに、液晶右下のこのウェーブと書かれているところが1進んでいきます、でこのウェーブがですね規定ウェーブに到達すると初当たり AT コーラリアンモードの抽選が行われるという感じになっております、で通常時はですねレア役を引くとそのウェーブをモリッと獲得する獲得特化ゾーンのセブンチャンスに突入する可能性があると、ここだとマコスさんの話を聞きながら打てるからね、はい、ああ聞こえてます、そうだから、はい、ガットから奪い取ったんですよありがたいような気もするんですけど奪い取るのどうなんですかで通常時はですね内部状態がございます、複数あるんですけれども、あちょうど今移行したかな、この夕方ステージ、夕方背景のこのステージですね、よくエルカシリーズで見ているこのステージが一応降格に対応したステージとなっております、で降格中はですね、まあ、レア役成立時のセブンチャンス当選率が高くなりますよと、おちょうどチェリー引きました、で右リールチェリーが止まった場合右リール中段リープルが止まると弱チェリーで、レア役はですね、まあ、チェリーが強チェリー弱チェリーで、スイカも強弱の概念あります、今作チャンス目あるんですけどチャンス目には、強弱の概念がございません、なので、左リールがスイカまで滑ってスイカが外れる形だったり、
バーゲダンからの中段リリベっていう出目があるんですけれども、同じフラグは違えど役割は同じという感じになっております。で今ジャックチェリーを引いたんでセブンジャスに行くかどうかのジャッジですね。おタイトル赤になった。まあ、これはクリアするんじゃないかな。はい、ということで、わずか30ゲームですね。セブンチャンス行きました。さあではセブンチャンスの解説を受けていきましょう。これあのエウレカ3のですね、コンパクカウントチャンスにすごく似ております。基本的にはこのレベル、液晶の真ん中に表示されているこのレベルを上げていきましょうというところですね。で上に書いてある通りベルが揃えばチャンス、4択ナビ発生でさらにチャンスと。で保証ゲーム数というか、まあ、リプレイないしレア役が成立すると終わるんですけれども、最初の5ゲーム間はリプレイ引いても大丈夫ですよという保証があります。今1ゲーム、これ2ゲーム、今、ね、保証中なんでこのリプレイでは落ちません。でこのリプレイは保証中のリプレイは、外れ目と同じような扱いとなっております。ベルを引きたい、これも外れ目と同じで、外れ目だったりこの保証中のリプレイでもレベルが上がる可能性はあります。だいたい4分の1だったかな。でこのレベルが上がります。で今レベル上がりましたね、外れ目 でその4分の1ぐらいの抽選に受かってレベルが1段階上がりましたよ。で見て分かる通り保証が終わりました、セーフの文字がなくなりましたね。で今リプレイ引いちゃうとこの白いプレイフォワードっていうアイコンもらえる、弱レア役だと青のアイコンプラスもう1回セブンチャンスやれますよと。この辺がねエウレカ3のコンパクカウントチャンスと似てるかなと思います。で強レア役だと強チェリー強スイカチャンス目ですね、緑のプレイフォワードとセブンチャンスもらえます。中段チェリーを引いた場合は、アネモネという特化ボーナスがもらえます。もう直行です。で予告音が鳴った場合にリプレイの可能性があるんですよ。もったいないことした。だからレベル2です。でリプレイで終わったから今左下に表示されている白いプレイフォワードをもらうと。でこのアイコンの色に応じてゲームスウェーブが加算されるんですけど、白だと30以上かな。ここかっこいいんだよね。おここでレア役引いてるな。ここでジャックスイカ引きましたね。で今獲得した30のウェーブをこちらに加算するっていう感じです。はい、さあセブンチャンス早速私いきました。リプレイ引く投げです。これもありましたね、ウレカ3にやるよ。でランクをどん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 上げていくと、いいよ、ベル引いたら上がるレベル2。あ、いいよ、ナイスじゃない。あっ、とと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 、いいんじゃない。うまいよ。ってことは弱スイカなんで緑のフォワード？え？フォワード？フォワード。フォワードで合ってますよね。プレイフォワード。プレイフォワードですよね。はい、緑のプレイフォワード、なんぼ乗せますか。50かな？おお、100乗った。100ウェーブ加算されます右下に。でレア役いたんでもう1個セブンチャンス絶対出てきます。果てしなくレベルを上げてみたい。そうっすね。で大事なのが4択ナビが。はい、出ることがあってハテナハテナって、はいはい、中右にその時にベル揃えられると5段階アップするんですよ。え？レベルがそんなに？はい。あーなんだ、黄色か。黄色は50以上ですね。終わらせるならやっぱレア役で終わらせた方がいいってこと、ね、そうですね。かしこかしこ、いいよ。これ4択です。ハテナが出た場合は4択、中合ってんじゃないの、左右左やね、中左右が一番好きやから。ハウいいね。ああ、どんだけループさせんの。
えぐ、すごいことなってるよ。さあ何本、またあ50、はい、さあこれで規定ウェーブ到達したかどうかよね。でまずあれかな、ウェーブが250、まあ、もしくはそれより速いのもあるかもしれないですけど、一応全長入るときにここにチャンスってつくらしいんで、これですね、この250、はい、250分断で、はい、まあ濃いゾーン、天国だったらここで当たる、もしくは他のモードでも250の振り分けいればここで当たると。あれ松さん、それチャンス何ウェーブぐらいでつきました？これ多分今100足したんで165かな、実際セブンチャンスがいるんですけど、だからあれだね、250の前にやっぱ全長来るっぽいよ。え165でチャンスついてるって言ったから、そう65ゲームで抜けて100足してるから200より前だ、うん、はい、よっしゃ、ステージアップ、いいよ、早っ、あ、疑似ラン入ったよ、これ当たるんじゃない、一発目、赤まで行こうか、待て、いや、どうなん、60ゲーム、250の煽りです、あ、強っ、強っ、あれ、6? これ当たりましたね、さすがに当たった、しかも、前兆ステージって一瞬で発展してるんで、これは強いパターンやと思われる。はい、3ゲーム目いきます、レッツゴー、はい、64、前兆に行ったよとかっていう人いますか、はい、あ、もうここ当たってます、あ、もう行ってる、当たりました、当たりました当たりました前兆行ったよ、もうあの当たった人いるかもしれないですけど、はい、設定変更するとね、その規定ウェーブが最大950ゲームに、はい、950ウェーブなるんすよ。ゲーム数による、救済機能もありまして、はい、999ハマると AT やれるんで、ウェーブもしくはゲーム数、はい、ゲームか、ウェーブもしくは、なるほど、はい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 、最大の指定ウェーブ数が1550ウェーブとなってるんですが、ゲーム数に直すと大体775ゲームですよと。なるほどね、999はあまりいかないかもしれないという話でした。これまでにウェーブで当たるってことな、はい、999いかないらしいです、あまりいかないらしいです、いかないらしい、いかないらしい。さあ行きましょう、初 AT 私一番乗りです。直っていうのがいいっすよね、コーラリアンモード。1ゲームあたり純増約 2.1 枚で、初期ゲーム数が50ゲーム、その50ゲーム間にエアリアルチャンスを目指してボーナスを目指す、途中ゲーム数も上乗せレア役で抽選してると、オーソドックスな AT だな、打ちやすい。はい、こっからスタート、さあ行くぞ。で、あの前兆中のレア役等でもエアリアルチャンスの抽選してるみたいなんで、引き損はないみたい。はい、ジャクチェ、そう、始まってすぐ、え、何もいてないのにエアリアルチャンス、エアリアルチャンス、はい、出てきたよっていうのは、そういうパターンも考えられる。まずやっぱ肝があるのはエアリアルチャンスよね。言えんな、エアリアルチャンス。さあ、私は50ゲーム90枚と、さすがに終わりと。はい、ただ、まあ、250とかまでは見た方がいいような気がする。250とかまで来ました。ここはちょっと濃いってことですね。です、そこは一応期待度がちょっと高いですよという、まあ言ったら、モードが ABC、うん、天国ってあるんですけど、はい、天国の最大振り分けは250なんですよ。あ、じゃあ朝一天国にいればってことですね、ですね、モード当たるってことは必ず。あ、もうこれチャンス目か、チャンス目です。あー、これね、この人たちね、報われないよね。マリモさんが今いるそのステージが前兆のステージの真ん中の期待度のステージですね、はい、あー、なるほど。ニルバーシュが空飛ぶと一番期待度が高いとこって感じです。
さあ誰スペアヘッドか。赤タイトルとかあるんですか。赤タイトルあります。第3押したタイミングかなで赤に変わったりするみたいな。なるほど。あーダメか。おおなことはない。これでもいい挙動なんじゃないですかね。どうなんすかね。ウェーブのその振り分け的なものっていうかゾーン的なもので速いほど単純にこう設定の可能性が高くなるってあると思うんですよね。なるほどね。森本さんそれはウェーブからですか。ウェーブから取りました、うん、そうそう250のところ250早速外しちゃったんだよな。逆にまあ250は設定さないとかあるんかな。どうなんすかね。で消化中はまあそ これもあのエウレカ3に似てるんですけど、うん、エアリアルチャンスというものを目指しますっていうゲーム性ですね。エアリアルチャンス、はい、もう基本は本当そこです。ただあの、はい、レア役成立時にゲーム数の上乗せ抽選もやってるんで、はい、直乗せを。で一応そのステージがあってですね3種類、はい、今あの左下にミドルレンジって書いてあるじゃないですか。あ、ここです。これがいわゆる中ですね。真ん中のステージで、うん、まあ、遠い、真ん中近いってやって近い方がエアリアルチャンスに突入しやすいっていう。なるほど。感じになってます。いきなり8人とか出ねえかな終了画面。まあでもやっぱそこ頼りになる感じはするんで、ね、誰かしらに出してもらわないと進まないはあるかもしれないですね。残念。これが終了画面ね。あ、これあの AT の終了画面は確かなかったんじゃなかったかな。ボーナスだけですか。ボーナスだけですね。そうっす。赤まで行こう。赤。おーナイス。これ多分250で引っかかったんじゃないか。おーい。いやーいい。綺麗。ボインねあいいや。ありがとうございます。159ゲーム。お、赤チャンス。こんな当たるやん。わ、タイトル赤、チャンスも赤、タイトル赤、もろたで。190ゲーム。イエス。さあ、このリオンモード一発でいってみよう。避けられる。はい、レッツゴーハニー。オーケー。36ゲーム、100のところ。早くの当たり。アザス。はい、ザクスイカ。で、これはね、まず、状態上げていくやつ。あ、これです。スイカ引いて、今。あ、いいよ。近距離はほぼ大丈夫だと思う。外れとかでも行くから。マコトさん、はい、あのエアリアルチャンス、あの状態あるじゃないですか、はいはいはい、近距離とかありますね。 あれは近距離とか行ったら当たるまで落ちないですか、エアリアルチャンス。いや、それが近距離は落ちる可能性あるんですよ、エアリアルチャンス当たる前に。はいはい。なので落ちる前にベルだったりレア役でエアリアルチャンスを入れましょうというとこですね。近距離上がるまでは落ちない。そう、うーん、だから近距離上がったらもうかなり勝負ですね、そこですね。ゲーム数で落ちる可能性あるんで、はーい、早めに当ててください。走り抜けたと。いや、さすがに残り23ゲームあるから一回は持ってこれるんじゃないかこれ。いや、よう分かりますね。僕めっちゃレア食い出すから全く分かんないですよ。ああ、6やから最後。さあ、ここからは、ベル揃え、宅当てしてベル揃えして、とりあえず100まで貯めればいい。
ほな、何かしらの報酬もらえる。あ、下手。あー、そうそう、で、さあ、20。お、これレアとかなんか引いた、それか普通のベルか。さあ、黄色。はい、ナイス。さあ、あと6ポイントで、これも、リプレイで終わっちゃうんで。はい、さあ、いただきました。100ポイント到達です。わあ、赤や。よしよし、この上レインボーとかあんのかな。さあ、まだまだ、ほんでね、リプレイ引くまではポイント重ねれるんで。はい、いい、うまいよ。ああ、さあ、この安定した時がリプレイのピンチか。さあ、で、このライドオンブースト、ここで取った時に、ライドオンフリーズっていうのもあるの、この報酬、この後ですけど。あ、ボーナス取りました。さあ、いきます。まあ、これ今プッシュボタン押して1回煽り出たじゃないですか、レントンので、この後レバーオンで、そう、これこれいったらもう1個ボーナス取れる。いやー、いかんのかい。はい、いいね、映像が綺麗だわ。さあ、白。さあ、白ビッグ。ああ、もう最高。いや、正直桜聞けたら OK ってなるよね。さあ、これは揃ったら何になるんだ。白7ゾロでエアリアルチャンスのストックで、ボーナスは純増 4.5 枚ですね。あ、はい、はい、4人ボーナス終了後の4人、ボーナス終了後の4人出ました。はい、2人がデフォルトでね。はい、4ってことは2人がデフォルトです。あれ、当たる、100んとこだよ。当たる。あれ、救済かな。250ですか。100。あ、 100? あれじゃないですか、もうこっち456じゃないですか。4、5、6固まってます。いや、だって当たってなくない。ガットさん、はい、あの、こう設定腐らすパターン、あ、まあ確かに、もう見てるから。確かに、G4 はしかできんもん。 C2 で、はい、6打ってアホがはめてたで。いや、いや、そう、確かに、あれはやらかしましたねさあ、終わっちゃいました。60ゲーム247枚。ボタンプッシュ、 OK、 よいしょ。さあ、エアリアルチャンス、はいよ、全部左押す、そういうことで。これでマックスになったんで、1個アイコンゲット、緑赤レインボー。 OK、 あー、うますぎる。左がやばい、左が来てます。奇跡すぎんかこれ。全部緑だけどね、全部緑だけど、やめてー。ただむっちゃダメだ、274アイコン3つゲットです。はい、20ゲーム。あー、 V だ、ボーナスだ、ナイス。で、ここでノイズ、あー、入らず。はい、 V で今2パターンじゃないの。ある、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 あるかもしれない。で、ノイズが入ったんでフリーズ発生します。逆回転すれば倍 G パワー。うわ、来た、俺より先に使った G パワー。それは、それは、それちょっとただ見てください。20ゲームプラスボーナス2個です。結構強いです。ちょっと早く当てないと、俺もウェーブ500とか貯めてる。追いつけなくっそ、追いつけな。お、熱いんじゃないの。よし、
1回目のエアリアルね。おお、いきなりなんか引いてる。四重不問ベル、50体スタートしてますんで、あの50体ぶっ倒せば OK と。スイー OK、 1個レッド。50ゲーム以上あっ、耐えろ。オーケー、ベルも一つ、二つ、まだ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 、まだ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 ネダルな、あ、出るんじゃないですか。おいおう、ボーナス。おぉ、行ってこい。ライドさあ、初のライドオムリーズ出てる。3回に1回成功するぐらいの頻度らしいんだね。そう、V でやってる。イエー、おかわり。はあ、でかラッキー。うわー、でも2位はすごいよ、十分よこれ。チェリー単体強チェダン乗る。30はでかいって、30はでかい。よし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 。うわ、エアリアルチャンスやりたい。おい、4人、僕も4人出ました。4人、はい、4人出ましたよ。2以上、2以上、2以上え、以上開発の方しくじってんじゃん。あー、引いちゃった。緑か、でももらえるんだな。いや、まあでもそうやって終わらせるのは全然うまい方だと思いますけどね。確かに。またそのチャンス。おお、でけえ。いや、サムネとか出れるかな。え、なんないの。その200ウェーブですよ、ね、200ゲーム乗せだったら多分正解なんですよ。なるほど。通常時ウェーブそうでもないですね多分そろそろこれ右押すと結構 ね、 でも2分の1ってことでしょ、もうあの時点で ね、 あとは2択の2択なんで。逆にだからベル枠内停止で2択正解かもしれないですね、もしかしたら。ほらほらほら、これはさすがに。よい、これで9、めっちゃ上がる、でかっ。わ、11。あ、ついに来たコーラリアンモード。お、強烈役引ければ AT じゃないですか。行きたいっすね。おわー、なるほど。うわ、めっちゃ上がってきてる。レイク引いたらもうエティ。16。レベル上げうま。ねえ。長いことやってる RPG みたいになってる。レベル上げやっとけよお前って兄貴に言われる弟。説明。あー、やめて。よー、うもー、ここですね。取りましたよ、素晴らしい。なるほどね、こうやって楽しむ遊びね。もう初当たり2回目ですもんね。2回目す、まだ当たってすらいねえんだけど待って、4人あれ4人出るわ。あれ4人めっちゃ出るな。4人、あ、4人4人4人めっちゃ出ますよ。4人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 めっちゃ出る、はい、あとは向こうがどういう動きするかですよね、うん、
じゃあ550でしたね。550のところで僕今全長いってますね。まあ、期待度の高いところです。さすがにこれは行くんじゃないか。ジエンドだとしても頼むよ。これはもうすいません。はい、ガットが通常時しか消化してないからってあくびしてました。あくび、しかもすんごい大きいお口開いてました。この間出会いってツイッターで約束しなかった。もう二度と私は居眠りしませんって、ね、ガットさん、何ですか今のは。あくびって緊張すると出るらしいんですよ。ああ、犬と一緒や。そう、嫌なこととかがあるとあくびしちゃうから犬と緊張してるのよ、はい、そうせんだよ。いや、負ける負ける誰もさ、勝てないからさ、ボケが。なんで負ける勝負に挑んでた。絶対に勝てんのに、このメントに。東京リベンジャーズの世界や。安心すぎるって。すげえ。起きろ、ほら。すげえ。マジかよ。っていうか、俺、ようやく当たったとこで、この変な茶番に課金されるっていう。なんだろう、すごい嫌な気持ちになってるんですけど。おぉ、すごっ。すごいいいカットイン出たよ。わぁ、次回予告的な。いや、普通のなんかカットインみたいなので出てきた。ほらで、レーク否定か中段チェリーやろ。さすがに大丈夫大丈夫、飛行形態もいったし。はい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 、かっこいい。ほら、タイトル赤にもならん。さあ、とりあえず行こうか。まあ、ホランドが出てきてるのがちょっとわかんないですけど、基本ね、レントンとかニールバースなのよね。ああ、ここで出てくんだよ。はい、89ゲーム。さあ、初当たり2回目。いや、もうすごい初当たり変わるよ、マジで。あ、ほんとっすね。ああ、もう66。お、さあ、ミドルレンジかな。あ、ちゃんと左下に出てましたレンジ。おやーい、これはいいの。なんか引いた。これはいいの。うわあ、ほら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 、ウィー、かっこいい演出。おー、どこまで行くんだよ。うわー、美味しい。うまっ。そしてなんかほら、いつもの音カンカン。そうか、直接した上に。あ、これ次回予告的には出てない。おお。ちなみに強水化は乗った時でかいんですよ。乗らないこともあるけど、はい、乗らない、まあ、まあぼちぼち期待度的にも乗るんですけど、うん、乗った時のゲーム数がでかいですね。だから50も乗ったね。モーニンググローリーですよ。あ、モーニンググローリーだ。あ、エピソードじゃない。ここでまた引いた。弱中通常時のエピソードボーナスか。いや、なわけねえだろ。はっ、ああ、何も歯なことなかったです。あ、なんか当たってたの。当たっておりましたね。そう、あれなんですよね。AT 中はスイカ、弱スイカと強スイカでボーナスの抽選も行ってるんで、はいはいはい、エアリアルチャンス機経由でもボーナスの可能性はあります。うん、なるほど。あ、ようやく来た。でも赤だ。しかもエピボですね、やっぱ。赤7揃いはエピソードボーナスなんですよ。基本は白7です。で、エピボだとその時点でエアリアルチャンスもついてきますよ。なんで今ちょうどここ光りました。
逃げる。ここだ、ここっすね。ちなみに設定位置で AT 中のエアリアルチャンス確率が約75分の1だそうです。うわっ、うわー、え、エロンソが勝手に出てるよ。出た。あれあれ、え、これは、え、さすれば与えられ、え、それだけ、あ、ボーナスってことか。緑だったけど、なるほどね。ザワ、え、ズバシ、トータルゲームスプラスに120って出てる。あれじゃないですか、あのチャンス目とか引いたやつが表示出ずに裏で乗ってたやつってこと。裏乗りだ、はい、すげえ。さあ、駆け抜けましたね。50ゲームコーラリアモード作りました。おい、すばらー、イエーイ、イエーイ。さあ、私は終わりました。160ゲーム748枚、あるね。これは私積もった臭いよ。あら、はい、はいはい。さあ、エアリアルチャンスも通常時のセブンチャンスとやることは似てますね。おお、いきなり、え、白七揃い、大量乗せかな。あ、100体乗せだったかな。100体、キャッ、そうっすね、そうだ。エアリアルチャンス中の白7揃い、まあ、カットインで7揃いは100体撃破です。コーラリエンを撃破していくんですが、で100体撃破するごとにこのアイコンをもらえます。まあ要は上乗せないしボーナスってことですねっていう状況で、当然続いていきます。セーフ。さあ、これが保証最終ゲームで、当然ベル揃いをすると20体以上撃破します。それでまた100溜まったんで2個目の報酬ゲットで、これアイコンによってもらえるものは変わってくるんですが、緑、赤、レインボー、3つのアイコンが存在しますね。ナビ足やめて、やめて、わお、落ちた。まあ、とはいえアイコン2つもらったんで、何かしらが2種類、まあ、ゲーム数ないしボーナスですねがもらえるって感じです。で、ライドンブーストという状態で告知します。でここの背景でね、報酬の下があります。青より赤とかの方が報酬でかくなりますよと。30で大事なのはここですね、ゲーム数だったりボーナスが告知されたゲームのベッド、ここで煽りが発生するとフリーズの可能性あり。おお、来た。でここがですね、ライドオンブーストっていう状態からのライドンフリーズの煽りです。レバーで煽りが発生。もう一個いけ、勝ち取りまでいけ。うわー、これ80杯以上いったんじゃないですか、もうおっさん。それいった。うぃ、これでこの報酬がループします。30ゲームか、あ、50ゲームにもなるんだ。で、さらにこれ、うぃ、こうなるんですよ。30、50、20でさらに、おい、気持ちよ。あー、待って、いけるいける、まだいける、逆転できるのか。あ、ないんか。これでも強いんですよ ね。これ仮にボーナスもらってたら、うん、ボーナスその個数分乗ってくんで。いや、そんなやめてくださいよ。え、嘘ばっか作らないでください。いやいやいや、ないです、そんなこと。いや、ここの席に座って嘘ついてダメなんですよそんな俺別に詐欺師役とかじゃないんでしかも、あー、ボーナスちょうど今もらいました2個目で、2個目 でこれで、はい、じゃあ見せますよ、ボーナスもフリーズでも増えるってことをね。あ、ごめんなさい、来なかったっすなんだよもう。ただ来なくても一応可能性はあるんですけどね。あ、そうなんだ。はい、ベッタ降りなくてもライドンフリーズの可能性はあります。ライドンフリーズね。いつまで通常時やってんだよもうちょっとで何しに来たんだよ通常時、通常時ってよ。おめえ通常時ばっか流してる動画見んのかよ、自分でパチスロ動画。どうせ使われてねえよ分かってるってことは通常時やっぱ好物なのかと思って
あんまり聞かないですけどね、通常時好物です。回したくて回したくて。いるか通常時好物なんて。おいおいおい先輩やぞ。敬語使え。ちゃうわ。ちゃうんか。ちゃうわ。ちゃうか。通常楽しいだろって楽しいわけないだろうが。あはいすいません。すいません。はい。二人なんでデフォルトですねこの画面は。なんでこれ設定ここ950ウェーブで当たるみたいなので。それ以上のものってのは持ち越し何設定変更されてると思ってんのしてないのだって誰かが打ったぞ1550メーカーの方が確認作業で打った後のやつ背負いで打たされてるだけかもしれないさあジエンドと戦ってトシボタンありがとうございますデーカープッシュおー決めたありがとうございますガットが決めたさあ渾身のガット設定変更されてました。おお、強気じゃなかったね。950ウェーブで。よかった。当たりましたね。さあやっとです。やっとみんなと同じ。まあここがいいですよね。そのここの後にボーナス後 AT の抽選とかじゃなくて直でねコーラリアンモード行けますので。さあまずはエアリアル。エアリアルにぶち込むためにこれレア役です。レア役じゃなかった嘘ついちゃいましたさあ何も引いてませんがあウェイビーフォアフォ、フォアフロント、エアリアルチャンスの高確率状態ということなのでこういうところでおそらくレア役とかを引くとエアリアルチャンスバンバン入るのかなとやっぱこの台は AT 中エアリアルチャンスに入れて報酬ボーナスないしゲーム数の上乗せっていうのを獲得しなくてはいけないのであっエアリアルチャンス入りましたこれ揃えたいよしナイスこれマックス、ここのコーラリアンクラッシュマックスゲットしたのでおっ奥か今頃何の説明してんだよパン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 があるおお赤カットインよっしゃ来たなんかすっきりしててあ4人いたじゃあ俺もお手洗い行ってきますはいいってらっしゃいませあの腱鞘炎おじさん絶対さっきミンミンダハとかコーヒー飲みすぎて利尿効果でしょんべん行きたくなっただけでしょあれ多分自分を起こそうとしたんじゃないさっきのああ無理やりねそう、うん、でもそれはだから優しいからやっぱ優しいなんだかんだ言ってねあの人はなんだかんだ起きろこらボケが起きろこら気合入れろでない強いのかもしれない。イエス。ゲーム数で言うと94ですね。やりました。やっちゃいました。2連続駆け抜け。2連続駆け抜け。これはちょっとあれだね、いけてないね。さあ終わりました。100ゲーム消化。とりあえず引き継ぎで470枚ですかね。さあ引くぞ。出た。はい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 。でここで、はい、多分レア役を引いたら引き戻す可能性あるの多分おろここちょうど切れるとこやからもしくはゲーム数乗るかあチャンス目わーゲーム数乗るんじゃないほらはいよはいうわエアリアルチャンスもらえるんだあー強っ助かるもう終了で枚数変えちゃったおいリプレイ2連続とかやめてでももう引かないんで保証ゲーム数以外で引かないようになったんでああなるほどね、はい、もうエウレカ3いっつもその考えで言ったらクソ負けましたおいおいこうなるんすよおいマジで嘘ばっかり言ってよいや23もう今日最低ラインっす23 23だそれはでこれどうなるの残り1ゲーム消化し終わんの大なし大なしそれはチャンス目でゲーム数の方が良かったっ
マスター台無し。マスター1ゲーム増えて枚数1枚減りました。最後のちょっと悪あがくね。いや、ここでまたレイアウト行けばいい。確かに。あ、もうね、もうダメなんだ。あそこじゃないとダメなんだ。なるほどね。エウレカ側もあいつ何だったんだってね。まあまあひどいのであった。まあ、これなんだ俺、これめっちゃ強くない？やば。これ何なん俺これ。え？なんかね、え？何も聞いてないけど。あ、EX さん降りっすか？ってことかな。1000枚またいたところで煽り出た。あら、そうかも。 EX さん降りじゃないですか。確かにワンチャン1000枚ごとに煽り出んのかな。ずっと2人だな。挟んじゃう2角ボーナス3回引いたんですけど、おう今シーサーさんの声したな。え、2角って言ってました。2角って言ってたシーサーさん。2連続4人、意外と4人は出るんだな多分。ただ前回のその普通に伸びた後のゲーム数ウェーブも243、今寝てました。どっちもチャレンジだよ。寝てました。話聞いてたわ。243聞いてたからマジで。おいヘルメット、いやそれはよくないってマジで。おいおいおいジェス打ってまだメスも食ってねえのに、はい、寝てました。パン食ったから。なんだおい、パン食ったから。じゃないから、じゃないからマジで。寝てたって、おい寝てたの誰が言ってましたそれ。え、ちょっと行ってきますわマジで。あのペン刺すつもりで。寝てたの、ね、寝てません、ね、マジで。寝てたんですか。マジで寝てないっす、ね、寝てた。何一ついいっすよ、寝てないっすもん俺。今度もし俺会ったら守るから、ガットのこと。そういうなんかこう言いがかり、まだまだいただきますと。そういうその姿勢でありがとうございます。本当に何の話してるんですか。お互い足りないところは補完し合おう。ああなるほど、まあ大事なことですけど。あ、もう終わっちゃった、終わっちゃったもん。98、バチコーン。はい、終わってもうたー。おそらく暫定トップね。1424、1424。あら、ザワ、あれ、え、ザワは、ザワはザワ、ザワザワ、何しました、見て、ザワ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 、入るんじゃない、入るんじゃないの、ザワは。うわー、いったいった、抜けた、出ました。何モードでしたっけ、 LFOEX の方ですね、32ゲーム間の、はい、まあ、そのハイエボのチャンスをやれるハイエボのチャンスですね。まあ、言うたら、はい、これだ、それです。お、突入時点でもうあの AT はつながります。お、32ゲームのチャンスゾーンだと思ってもらえれば。これ通されちゃったらな、バッチに取られちゃうな。だってもう俺1400枚ただでさえ出てますからね。そうだ、最多獲得いってみますよ。みんなで見ましょう、はい、うわー来た、かっこいい。あ、デビルフィッシュだ。そうだ、機体が変わるのよ、ネルバースから。ああなるほどね。最初に変わるのがこのデビルフィッシュになる。次はスピアヘッド。あ、でバトル引っ張ってきて勝っちゃ上乗せか特化ゾーンかってことですか。そうそうそう、なるほど。なんかバースト乗せっていう状態になるんだけど、バースト特化ボーナス、アネモネとはちょっと違うんですよね。違います。ネクストバトルでリプレイでバトル行く。次バトルだぞ、リプレイとレア役で。次バトルだぞ。バトルはどうやって勝てばいいんですか。バトルも成立役参照してます。5ゲームあります。5ゲームか。早めに勝った方がバースト上乗せの要はゲーム数抽選受けるパタ、あのゲーム数が増えるっていう感じですね。で1ゲーム目に勝ってるとより良い。おーい、もうでこれはバースト上乗せですね。残り4ゲーム。バースト上乗せ、バースト上乗せ、弾け飛ぶんですか。あー、ここなるほどね。乗っていくんや。あー、なるほどなるほど。ちょっとなんか引いてよ、弱チェとかでいいから。
なんか注文入ってます。弱者でも引けって。うるせえなぁ、はい、言ってます、先輩が。先輩が。ギャラリーなぁ、はい、引けよ。見たい、見たいんすよ。レアク、レアク。飯食ってこいよ。いや、いいっす、いいっす。寝てんじゃねえかよ、おい。寝た、寝た、寝た。寝てんじゃねえかよ。わざわざ言葉にして寝てた。わざわざ、わざわざ右来て寝てんじゃねえ。立ち寝はやばいって。立って寝るわ。おぉ、すげえ。でかいなぁ。ちゃんとジュージューって乗せて見てたから。最後30だよ。他は？おお、えぐ、やば。え？10、10、30、30。何が？えぐ、えぐ、えぐ。どこまで行くの？すごいね。はあ、なるほどね。で、うん、でこれで AT 行くってこと。はいはいはい。バーストじゃなくてあそこでハイエボが選ばれてることがあるっていう感じ。なるほどね。そういうことなんだ。バトルの時に何で勝つかっていうのが多分。バッチがベルだったけど、ベル、はい、まあベルでも勝つことは全然あって、あそこで例えばレア役引いたりすると。まあ、ハイエボが選ばれてたりするっていう感じだと思われます。マッコさん言ってあげてください。しょぼいって言ってあげてください。これはいや、こんなにこんなに出してる人に対してしょぼいは言えない。だって平均60ゲームって書いてあります。ねえ、いや素晴らしいです。そんなもんなんすか。90です。素晴らしい、素晴らしい、やった、素晴らしい。だから皆さんもこれ目指しましょう。はーい、わーい、期待変えていきましょう。あー、3個目来てる。お、あ、え？え、なになになに？うん？誠さん。はい。エアリアルオーバーって何すか？エアリアルオーバーは、このエアリアルチャンスのここの周期っていうか数字あるじゃないですか。ここの数字？はい。それが357到達でエアリアルオーバーに行く可能性があるんですけど、そこ行くとエアリアルチャンスの性能が上がります。最低ベル揃って30とかだったかな。おい、ベルを揃えて。うわー、最悪や、やめろ。やめろ。あー、終わった。え、あ、耐えた、耐えた。性能上がってるっていうことはこれで終わらないこともあるという。すげえ、めっちゃ強いっすやんこれ。やめろ、ふざけんなって。うわ、なんだったんだ。2ゲーム連続で。オーバー上がってから、1個も取れなかったっすね。これもエクストラ入れたーい。あー、エクストラ煽りじゃないのこれ。なになになに。予約的な要素、ああ来なかった。このバッチ君は終了画面で行ったっていうことを言ってましたけど、途中で機体変わってこのあとエクストラ LFO 行きますよっていうのが濃厚になるケースもあるんですよね。はい、ドン。100台だね。駆け抜けのあれなんすかね、そっちとかなんすかね、浅いとこで当たってるっていうのは。ダメか、むずいな。137枚。あ、セット継続はあるんすかね。まあ当然か、エウレカといえば。いよいよ終了と。皆さん、はーい、ここでちょっと中間報告を皆さんにしていただこうと思います。はい、私総ゲーム数が1347ゲーム、初当たりはですね、2回です。朝一250のとこで当たってそれが駆け抜けちゃったんですけど、そのまま100のとこで当たって、そこから、1854枚を吐き出して今取り終わったところということで、まあ、初当たりのサンプル自体はそんなにあれかなと。セブンチャンスも 1,2,3 もう4回か入ってますけど、一応ボーナスのサンプルがですね6回、あ、うん、6回、2人画面が4回と4人画面が2回出ていますと、うん、
でまあこの辺はどうか分かんないので、皆さんのを聞いてちょっと相対的に評価したいかなと。展開が良いのでまだ設定の良し悪しの手がかりはほぼつかめていませんといった状況でございます。はいはい、はい、じゃあ千代さんお願いします。総ゲーム数が1078ゲーム、はい、はい、でコーラリアモードの初当たりが4回でボーナスは6回ですね。おで、セブンチャンスは、7回通常時7回引いてます。で終了画面が、4人1回の2人が5回、はあはあ、あんまりそんな良さそうな感じはしないですよね、はい、終了画面はなんか微妙なラインですね。ただどうなんですかね、初当たりとかは取れてます。一旦今250ウェーブ以上はまだハマってないです、まあ、そこを超えてないというだけ。ただここも設定されるかどうか分かんないんでどっちつかずです。うん、はい、じゃあ S ちゃん。はい、私がですね、上のこの総スタートが合ってるか分かんないですけど大体こんなもんかなというので600弱で初当たり5回取ってるんですよ。おえーえー、セブンチャンスもレア役の鬼引きで7回も入ってます。はい、なんで、まあ、この辺りがレア役込みの数字で言ったら6ぶっちぎってるんですけども、いやいかんせん他の要素は、特になく、ボーナスの終了画面も2人終了が3回、4人終了が1回っていう感じなのでまだ全然見えてないなっていう。ただ深いハマりがないので朝一も、秒で刺して、それ以降243っていうのがマックスなのでこれも250のウェーブで当たってるんで、まあ、ちょっと悪くはないなっていう手応えはあります。はい、はい、なんかこっち3台ともみんな別に悪くないんですよね、うん、だからそっちも我々はちょっとそっちが見えないので、うん、じゃあガットちゃんお願いします。はい、起きてますか。起きてます。起きてます。起きてます。ですね、通常時回転数837ゲームで朝一635ゲーム、これ950ウェーブで、はい、設定変更コーデある、救済措置の部分で当たったんですけれども、うん、そこからは、AT240 ゲーム回しましてボーナス4回、2人終了が2回と、4人終了が2回。いい出るな。やばしいで出るな。837回してるんですけれども、セブンチャンス自体は今トータルで11回引いてますね。あ強い。ただ初当たり自体は950ウェーブでの1回しかなくて、まだ初当たり1回で今ちょうど510ウェーブなんですよ。今ハマってる状態なので。ちょっと、いや、初って言った今、誰ですか。違う違う違う、いや、キッズって言ったんですか。また一人だけ書き換えた、書き換えた。いや、すいません、すいません。後ろ姿が相撲取りやないかなのでちょっと僕初当たりは引けてないので、まあ、現状ちょっといいのか悪いのかって正直わからない部分が。悪いだろう。じゃあ悪いですね。はい、よくはないかなと思います。こっち側と挙動違いすぎないか。ちょっと初当たりに関してはウェーブですよね、まずそもそも。そうですね、通常時消化しに来たんでしょ今日。こら私は特筆すべきところは初当たりとセブンチャンスの出現率。800ゲームぐらい回して初当たり4回引いてんですよ。だから設定6の出現率よりは高い、より高いで、セブンチャンスもね800ゲームで14回入ってんですよ。強だから ここも設定6オーバーなんですよね、以上なんですよ。強い。ただボーナス1回しか引いてなくてそれがデフォルトに2人の画面だったんで、まあ、ここはあんま参考にならないかなというところなんですけど、まあ、初当たりでそこまでハマってないのもあるんで、まあ、ガットの台に比べればいいかなって感じですかね。それ基準にするならそうですね、うん、って感じでございます。はい、はい、じゃあマコスさんお願いします。はい、僕はですねトータルで996ゲーム、 AT はまだ1回です。というのもその1回の AT が今伸びてまして、1400枚まで。え、あれ AT 大体今400ゲームぐらい消化してます。あら、あれで、まあ、セブンチャンスは5回で通常時は380しか回してないんで、まあまあ確率は悪くはないのかなという感じですね。ただボーナスやっぱ5回引けてるんですよ、 AT の伸びてるんで。で終了画面すべて2人です。お、5の5で2人です。なんでここだけ見るとちょっと弱いかなっていう。あんまり当てにならなさそうですよね。でもまだ確かに、ね、でまあ最初の当たりは550ウェーブでした。でここで一つちょっと皆さんに言っとかないといけなかったことがあるかもしれないなと思いまして、はい、通常時って、モードの概念あるんですよ。はい、はい、でまあ、あのウェーブ数で
まあ、要は救済の部分が変わってきますよっていう感じなんですけど、はい、まあ、天国が250ウェーブ、はい、で、その次に低いのが C、モード C というのが550ウェーブ、はい、で B が、950ウェーブ、はい、で、一番重いところが A で1550ウェーブっていうのがあるんで、まあ、多分そのモード以降にはまあ設定差ってありそうじゃないですか、はい、だからまあどこで当たったかっていう部分が、ただモードによっていわゆるゾーンが違うとかっていう可能性はあるんですけど、まだそこ分かってないので、うん、ちょっと考えづらいんですけど、ちょっとそこも一応 何ウェーブで当たったから、もしかしたらこの辺なのかなっていうことも多少意識してもらいたいなと思います、うんうんうん、この後もちろん。そうだから250で引っかかって、じゃあ天国なのか、いやもしくは A でもそこがそこそこ、振り分けとしてあるのかとかっていうことを考え出すと分かんないからね、結局難しいとは思うんですけどね。これは難航しそうですね。難航そうです、うん、とにかくガットちゃんの台だけやけに初当たり引けてないっていう、うん、そうですね、ウェーブがハマりすぎてるんで、マジ高設定を腐らせてる可能性あるんでね。ただそのボーナス中だけで言ったら今2回引けちゃってるのがあるんで、いや、くさ、いや、わかんないですけどね。やっぱ実績積んでるんでね。なかなかこれは、まあ言うてまだ半分手前ぐらいですから、はい、じゃあ、まあ引き続きちょっと横との比較も今日は使いながら、はい、頑張ってまいりましょう。頑張りましょう、はい、頑張ります。250ウェーブが天国って話じゃないですか、ね、うん、で550がその次のモード C とかって話だとしたら、あ 天井ね、うん、550とかって平気でやっぱハマるような感じはありそうですよね。950か、うん、その1550いっちゃうかのところが肝なのかなみたいな。まあガットが言うなら俺は信じるよ。保管してくれましたね今。俺はガットしか信じないからさ。いや、俺の解説も信じてください。嘘言わないんで。終わっちまった。410ゲーム計測して1436枚、枚数は出たんですけどね。さあ、ただこの後に煽りが、お、煽ってる、頼む、来い、お、来た、行きました。あ、え、マジ LFA モードLFO モード行きました。右3人いなかった。右3人やろ。消えました。あのエクストラ LFO モードできました。ちょっと見せてください、はい、見せてください、これ32ゲーム継続する、はい、まあ、チャンスゾーンみたいなもんですけど、内部的にはもう AT は確約されております。さっきちょっと ねなんか期待外れの結果見せられちゃった。そうですね。平均より乗ってたんですけど。確かにハイエボ見せてほしいですもんね。そうそういうことですよ。です、ね、初めて入ったんだからさ、みんな集まってたんだ。32ゲーム間整理役に応じてバトル抽選が行われるんですけど、何に発展するか大事です。やっぱ強調とか、リプレイないし弱レア役強レア役で発展する可能性がありまして、はい、強レア役引くとその時点でハイエボの可能性が高いのかな。なるほど。あー、行ってしまった、リプレイで。ってなると、それも勝ち方によってはとかあるのかな。そうだと思います。あ、ちょっとね、バーストやれないの一番切ないよ。出る、ああ、外れ。ああ、勝ちはしましたけど、多分良くない勝ち方でしたね。これ、そんなため息つかれます。すいません。それでバーストが。今のは見てる方の、気持ちをパターン、僕は、まあまあ、そうですね。代弁者だけなので。まあ、一回このパターン見てますもんね。僕は別に、そんな誠さんに失望とかないですね。まあ、すいません。本当ですか。本当本当本当。ただ見てる人は多分こうあれなんだっけ、ハイエボ見たかったのか。まあでもマリモさんからの失望も見てる人からの失望も嫌なんですけど、ね。どっちにしろ、どっちも嫌です。あ、でもボーナスもらった。あ、本当だ。こんなパターンもあるんだ。ただのゲーム数のせだけじゃなくて。さらに。あ、なんか引いてるしかも。じゃああれじゃないですか。そこで、わ、引いた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 。なんか引いた。そのチャンスベットが引いたら、ほらあるじゃないですか。わお。あ、ボーナスか。うま。ハイエボ復帰とかあるのかな。さすがにないか。あー、2個か。いや、でもでかいでしょう。でかい全然。え、2000枚いかれちゃうよこれ。2000枚全然見えますね。ちょっと待ってください。いや、ちょっと、ずるいずるい。
あ、ここのボイスもそれはホランドに変わるんだ。さあこれ6回目のボーナスですね、ビッグボーナス。また2人ですね。非喫煙者の方々も休んでくださいよ非喫煙者の方々も、はい、休んでくださいと。ちなみにちょっと新情報なんですけど、はい、2人4人6人8人、はい、あれ設定に応じてらしいんで空気じゃないらしいです。出れば出るほど高成績キラーとかアップするらしいです。いやー終わる。ただあれやな、通常時のサンプルを取った方が絶対的にいいから。いやそうなんですよ、ね、終わった方がいい。ただなんかその最大獲得枚数も諦めたくないみたいなことないですか。ああ、うん、いやもう、そうですよね、いやもう諦めた諦めたんかい。最大獲得はもう諦めた。ちょっとでも真子さんに抜かれる、もしかして。いやずっと2人っすわ。2人しかいないこの台。まこっちゃんのは1かな。1なんすかね。よし、いった。これはいった。さあ何ミッション。いいプレイ。だいぶ引いてない。溜まってる。このために溜めてた。マコさんすいません。はいはいはい。ミッション中のレア役は、ジャックだと 50% でミッションクリア、今日だと、クリア濃厚です。 50%。 おーい、ありがとうございます。 50% しっかりものにしました。うわーダメか。でも十分だね。はい、まず緑から。色はもう関係ないっていうのを知りました。そうね、この裏返るのに色関係ないですもんね、ほぼ。でも赤はほとんどボーナス出てくるね。うんうんうん、うん、でも50ってでかいですもんね、よく考えたら。うわないか。くそー、畜生。田中すごいね、うん、いやいやでもガットがハマるに合わせて私もハマってますね、仲良く。ハマる、ハマるはハマると思うんですよね。さあここ行くぞ。ドン。出ない。しごろ出てしまえと思ったけど、確かに誰か出てくれればね。あーオール2人まこっちゃんがこれはナンバーワン取っちゃうかな。よし、やっとだ。521、5月21、誕生日だ。セブンチャンス面白いよね。面白いですね。セブンチャンスやらせてよ。あ、1ゲーム目。あ、強調じゃん。1ゲーム目で強調引いちゃった。いいじゃん、ついてくるから。100、ナイス。ナイス。965。ガットナイス。ガットナイス。100ナイス。一人目全然当たんねえじゃん。なんで全然当たんないの？あんだけハマってたのに、なんか喋ってんだけど。何喋ることあんのあれ？何？あんな通常時なんか何喋ってんのあれ？イメージあんだけどな、サーカスマニューバーだ。めっちゃすごい。当たりました。当たりました。当たりました。950。お、950。B じゃないの？541。これ毎回行くな。誠さん、はい、これ AT 入った時に高額行くのって、これはなんか毎回行ったりとかします？いやー、行かない行かない行かない、そんなことない。今2の2なんですよね。え、高額スタート、高額ってか、あの近距離、すぐ高額行きました。何も引いてないけど、さっきは10ゲームだったんですけど、今回5ゲームで高額移行したんで。なんかそこはじゃあ初期の振り分けがあるかもしれない。エウレカ2ってそこに設定差あった気がするんだろう。これ初当たり2回連続ですよ。10ゲームでさっき高額行って、今回5ゲームで高額行ったんで。ワンチャンハマりの恩恵みたいな、
エウレカ2ってそこ設定さなかったっすか。めっちゃありました。あったっすよ。めっちゃありました。ただワンチャン12枚役で上がってる可能性もあるんですよね。あ、それは確かにある。やってます。いやー、マジでマジでやってる可能性あんねんて。やってます。マジでガトさん、やってんのかな。おい、150ゲーム597。おい、あっ、かっかっかっ、はい、ドートロです。ドートロフィー、ドートロフィー、はい、あ、誰か。私です。あ、ドートロ出ました。ナイトロ。なるほど。でもピスさん挙動いいんだよね今のところは。まあやっぱ悪くないなと思ってるので。まあまあ、ドートロ、ドートロフィー、ちょっとなんかその微妙な感じやめてもらっていいですか。まあ、ドートロかみたいな。まあ、ガチ、これこれガチなんだ。俺ここハマるようだとあっという間に両方とも低設定機になるべきな。セブンチャンスももう100分の1ぐらいなんで。僕もね、今こんだけ回して1回も入ってないですよ。結構ね、ちょこちょこレイアグ引いてるんですけどね、広角っぽいとかで弱点引いたりとか。あ、いや、刺さらないです、全然。これで20回目のセブンチャンス。すごいっすね。1200ゲームで20回、60分の1。6だ、6以上。やばい、駆け抜けちゃった。さあ、50ゲーム75枚。ピスちゃんとマコスさんのが仕頃のうちのどれかとどれかで、うん、あれ、ピスちゃん4人何回出てんだっけ。4人まだ1回です。あー、そこは出てないのか。で、2人が4回、5回、2人後の4人1。おー、あれ、この煽りって、えこれあれだよね、 EX のやつでしょ。違うのかな。そうです。これ終了画面で EX 入ってるんだよね。 あれです、あの404のところで煽り出るやつです。あのチャンスだ。あー、なるほど。 LO の EX か普通のやつか、多分両方あるんじゃないですかね。 EX じゃない方もこれ一緒なのか、はい、で、それの今煽りですね。そう、550まで行ってないからさ。 LFO は5ゲームらしいっす。で、エクストラになると32ゲーム。ああ、行きました。それ404のゲーム数で、ゲーム数消化ですね。これはこれいいとか悪いとかないのかな。それ分かんないっすよね。そういえば誰も行ってない。そういえばガットさんの台2の0っす。5ゲームね。 EX！ あるなんか、ある、なんかちょっと怪しい、怪しい、明らかにハマり回避だね。で、1400のところでも出したでしょ、こいつ。うん、そうですよね。だいたい1000枚超えたところに出るって、最近のスマスロって結構強いですよね。で、区間切らず2004でね、1500たまにあって、ほとんどは2000枚からね。あー、60か、平均だ。110ね。あ、うー、99。はい、61ゲーム。枚数引きすぎっすね。2271枚。はい、2271で一応表示が終わりました。ああ、今回は煽りないっすね。2271枚でフィニッシュ。ちなみに皆さん、はい、僕 AT 終わりまして、はい、枚数がですね2271枚でした。2271です。2271、もうありがとうございます。遠いな、ちょっとそれは遠い。うわぁ、 最新部 何本でしたっけ。1550です。厳しい。でもこれレアグ設定差あったとしたら悪いと思う。レアグのうちめちゃくちゃ悪いから、うん、全然レアグ引けん。引きにもよるけど。スピアヘッド強え。まずい、1500枚飲まれる。
あ、でも出た1150だな、多分長かった。何ウェーブ、めっちゃ上ってる。1150だと思う。1150ウェーブ、マリモさん行きました。え、とうとう900超えの猛者が出てきました。1150はやばいっす。ちょ、さっき謎に350で煽ったから。煽ったけど外れた。まあでもそう、その300とかの350で煽るやつとかって A とかじゃなさそう。ああ、やっぱそう、だから1550でまだ行かないっすね。なんか A は綺麗になんか100のとこ、250と550で950。わかりました、そんな感じしますよね。おー、ナイスです。シーン何そんな面白いこと言ったもん俺。筋腫れてるよ。腫れてねえよ。あ、ビーバー来た。イエス、ビーバービーバー、お、ビーバー、ビーバー来た。あ、金でしたっけ、いつも。いつも金だと思います。あ、そうですか。ジパワー、あー、勝ち取れず。ようやく2回目のボーナス。メダルな勝ち取れ。さあどうだ。あー、デフォルト。もうちょっと遊びたい。いやー、難しい。297ゲーム、違う、297枚。あっ、お、出た、やった、トロフィー、おい、出た、よしよしよし。マリモさんの代でトロフィー出たの。同トロフィー出ました。マリモ、いよいよ、ナイスナイスマリモナイスス。いよいよガットの地下労働が確定的になってきたな。加えて強水化、ありがとうございます。さあ、スイカから光学、ナイスか、こっち、よし、1個取った。さあ、60267万円。137ゲームっすね。トロフィー出ず。よし、ちょうど順蔵が、あれ、当たりよった。950、恐ろしいぐらい綺麗な駆け抜け。すごい、めちゃめちゃ入るな。本当にこれしか差ないのかな。これしか差ないんですかね。本当にむっちゃ入るんですけど、本当に。まあ、だからタイミングとかにもよると思う。まあまあ、そうかそうかそうか。で、多分もしレイアウトに設定差あるとしたら、単純に当選率ほとんど変わらないの。で、あとここで引けるってことですもんね。あ、そう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 、ここで引きやすいから入りやすいし、だから500引きやすいから入りやすい。その分だけですよね、の差ぐらいじゃないですか。いやと思うんやけどね。だから子役に設定差あるかどうかもわからん。確かに。あ、30もらえばいいやん。 OK、40。こうやって見るとガットちゃんの別にあれかもな。僕のやつですよ。一角とは限らないかも、うん、確かに。なんか諸々の要素を聞くとチュリオさんの方が怪しいな。そう、怪しいですよね。セブンチャンス結構入ってます。いや、さっき300ハマったんですよ。で、今のこれは高額中の弱チェだったんで、これで1,2,3,4,15 回ぐらいです今。これで全部でめっちゃ引いてる。まあでも通常時が高いです。通常時が僕多いんで。チリオさん通常ゲームで言ったら100分の1ぐらいなんで1より悪いんですよ。え、今1500でしょ。で、15回ぐらいです。1500でしょ。僕1400なんですよ。1400で
11回だ。 お互いでも1より悪いですよ。そうそう思ったら2人だけ1じゃねえっていうこと以外まだ何も分かってない状態じゃない。あとピースちゃんはさすがにかな、うん、そうやね、114早い。田中6じゃないそれ。そうっすよね、ちょっと強いっすよねこれ。田中当たりすぎだって、うん、相当強い。まだか、この次か、この次じゃない。はい、当たりました、185。もう6っていう大きいメタ。おはよう。よし、2人だ。60ゲーム272。あー伸び、押します。ゲーム数は186です。急にむずくなってきましたね。3度目の AT が終わりました。あーやっぱ当たるのやな。さあ186ゲーム、B 点っすな。いや久しぶりの当たり。あの404の LFO なければ2回連続ずいぶんハマったけど、ああいうのがまあ多少なりとも出やすいってことなんだろうかね。岡持ち結構当たるよな。あ、いない、ドギーがいない。あ、でもボタン、うん、やりました。ジャックチェかな。やっぱいいんだよな通常時の動きは。あー、おあれ、あ404か。そうっすね、404のとこっすね。 LFO は分かりました。404ゲーム、おー期待度は 50% です。 50%、 はい、5ゲーム継続して、うん、まあ、全役で AT 抽選ですね。なるほど。早めに何かを引いて勝てると何言ってるんですか。リプレイとか何でもいいの。ベルでもいい、まあ、全役と言ってるんで何でもいいんだとは思うんですけど、まあ、お役っていうことなんでしょうね。そう、ここに来てまだリップは、リップはおいった。おちなみにリップは 33% でした。リップでベル揃いが 35%。 え、ベルのが当たりやすいんですか。ベルのが若干強いですね。 OK、 よっしゃ10。いや大事大事です。ゲーム数はウェーブ、ウェーブ、ウェーブ667、667っす。あまりすぎじゃないもんね。確かにおかしいもん。ただ今306で結構ねあれ入るんですよ。あーセブンチャンス、セブンチャンス入るんですけど、そのウェーブの振り分けのひどさで言うと俺のもひどいのよ。これあれです、 950B 点のところで1回とそれ以外全部250です。どっちがあれなんだろうね。ね、そのこう設定よりの共同なんだろう。え、バッツさんプラス今150枚ぐらいですか。はい、あはい、はい、はい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 、出た、はい、やったー、やったー、ゴールド4以上、おー素晴らしい、ナイス、バッツさん、ゴールド、松本ナイス、単発やりました。え、ここで今バッツさんす、トロフィー出てる人が、はいはい、3人、どう金、どれや、やっぱバッチさんのあるんですよね、やっぱそう404とか、うん、そうだからこのゲーム数うんぬんとか、あのハマりはあんまり気にしない方がいいですね。俺も404出たけど、早いとこで当たってるとか。そうですね、そう考えるとガットの上まであるよね、
まだ可能性はある。いやどうすか、どうだろう。まこさんは？俺は初当たりが尋常じゃないぐらい軽いっすね。じゃあここ2人な気がするな、まこさんか私か。ああ、上が、うん、ただ俺はそのボーナスを多分10回引いたの、1、2、3、4、5、はい、引いてるんだけど全部終了画面2人です。俺4の2だね。僕6の2っす。6の2が4人。俺 7の1。2人しかいないエウレカ売ってんのかなと思うぐらい2人なのに。2人しかいないエウレカあるんですか？2人しかいないエウレカ世界線あるんですか？忘れてください。今すぐ忘れてください。2人しかいないエウレカ忘れろって。124ゲーム。下っ端で消えとる、下っ端でが消えとる。耐えた、2回耐えた。あ、モーニンググローリーいただきました。でもなんかあるのかなとか思って、もう出てくれよ。あ、行きました。おー、 LFO の400は設定してないのかもしれないですね。やっぱリプレイかなかのかな。5ゲームは短すぎた。おい、今日このミッション初めてだった。あれ、てかちょっと待ってください、あのあれから近距離から始まってます。わー、なんかやっぱね、それよ。さあ2人だ、2人だね。ダブルスコイのよう、ありがとうございます。さあ950ウェーブ。さあ60ゲーム101枚です。いやーちょっと厳しいですね。あー、行っちゃったよ。あ、でもこれ熱い演出じゃない？ノルブを奪還せよ。あー、当たり申した。うわー、うわー、 お母さん、お姉ちゃんです。お姉ちゃん、ダイヤン、やりました、出た。2度目のブロンズ。ありがとう。194ゲーム。ナイスナイス着地。あ、レインボーもらった、レインボーアイコン強ー。こうやって、あ、待って、やめて。あー、終わった。572体撃破しました。まこさんが初めてかっこよく見えたな。そんなこと言わないでください。今からだっていいとこやるのに。ひどいな。確かにレインボーやるなんて。そうっすよ。さあブーストいきます。あ、さらに早く引いてる。緑からですね、まずは。素晴らしいですね。まずは緑の20、1個目。これ2個目。残り時間10分です。10分、はい、え、10分だって。ちょっと待て待て待て、いいとこなのに。ようやく出始めた。さあ赤、赤、赤1個目ですよ。50。うわー、でかいわ。フリーズの煽りは来ないっすね。あ、これボーナスじゃない、これボーナスなんじゃない。ボーナス煽りなしで、赤もう一丁、ボーナス煽りはなし。次はレインボー。ここがレインボーです。あ、ボーナスでフリーズです。ボーナスいく。何個、何個取っちゃうの。ちょっともう数えられなくなってますね。勝ち取ります私。
勝ち取りました。赤？赤になるの？赤になるの？青？おいー、これ2個。あ、逆転みたいなことはないか。ないっすね。うわ、5個取ってた。ただ90ゲーム乗った上にボーナス5個です。終了、終了のお時間です。セブンチャンス。さあ、というわけでまだ当たり中の方もいらっしゃると思いますが、はい、データをまとめて設定推測を進めて結果発表と参りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果発表のお時間です。はい、さあやっていきましょう。お疲れ様でした。というわけで難易度は非常に高めなのではないかと、はい、いった感じですけども、どうしましょうか。1だと思う人は1だと思う人、まあ僕っすかね。そしたら1ガツさん。いやでも数字で言ったらやっぱ1以外を選ぶのはちょっと申し訳ない。ちょっとじゃあちょっと先に、まあ1だと思って聞いていいですか。はい、はい、通常時の総ゲーム数が2313ゲームで、初当たり4回なんで578分の1なんですよ。セブンチャンスも29回で 79.75 分の1で、これも1より悪いという形で、はい、ただボーナス後 の、 あの背景で言ったら4人が2回と2人が2回、あと細かなその今話してたところで言うとちょっと下じゃないんじゃないかっていう要素もあるんですけど、ただこの見てくれの数字があまりも良くないのと、ね、2000枚負けてます、ぴったり僕の代。いや結構えぐいっすね、はい、じゃあ1位予想。一応僕今1予想で1対1で、はい、1対1、銅が2回出てるんですよ私。そうですね、そう、そうですね、どうも2回出てるんじゃないですか。だからもうカスタムされてたんじゃないですか、逆にマリモス当たってから、はい、どう以外だから出せないですよ、多分マリモス出ないようにしてたってこと。じゃねえかな。じゃあ2でいいですよ、私が。あら、2回出てるんですよ。ちなみに数値はどんな感じなの。初当たりね、287分の1なんで4よりいいですよ。4より5、 5より5と同じぐらいか。いや、まあ、でもあれっすもんね、駆け抜けがめっちゃ多くて、駆け抜けが3回かな、でそのうち2回が早くあったっ、そんな感じでしたもんね。そうですね。あと最初の頃はセブンチャンスでうまいことやってたんで、あ、やってましたね。それが当たりを早く引いた要因かもしれない。ただセブンチャンス自体の、出現率は80分の1ぐらいなんで1よりだいぶ低いですね。でボーナスは4回引いて、全部2人、4の4で4の4で2人、はい、ただその404ゲームでチャンスゾーンが出てきたりはしてるんですけど、あんまりそのチャンスゾーンが上位のやつじゃないんで意味ないのかなとか思うと、でどうトロが2回なんで、うんうんうん、じゃあ 2にします。私言ってて2な気がしてきた、うん、なんか安心 してます僕。さっきまですごい4って言うから言ってくれてよかった。なんだ、横で4だと思っていいじゃねえか別に。ダメですダメです。あのキャドダメです。そんなものはダメですと。ちなみに1000枚負けてます、はい、僕出玉が出てたんで AT がすごい続いたんで通常時ほとんど回してないですよ。965ゲームしか回ってなくて、で AT が、まあ、実質4回っすね、うん、でまあ5回表記上は5回になるんですけど、エクストラ LFO 行ってるんで、うん、まあそのなんていうんですかね、通常時を一旦経由してまた当たって回数上がってるっていうので5回ですね。で一番気になってるのがそのボーナスを17回引きましたトータルで。すごい引いてるな。ただその終了画面が、16回2人です。うん、1回が4人です。そこかね。じゃあそこを強く見るとしたら、まあ、上ではないんだろうなと。17回もサンプルあるんですよ、うん、確かに確かに。でセブンチャンスも、13回で確率が74分の1、これも1よりは悪い。ただ AT が伸びたのでプラス2049枚という。出てるな。僕が通常時がね1958ゲームで、コーラリアモードの初当たり7回、はい、279分の1、はい、まあ、ちょうど5と6の間ぐらいなんですけど、はい、セブンチャンスは 85.1 分の1です。
で途中700ゲーム回した3回しか入らない時が1回あったんですけど、あんまりだからね、そのレア役引いてストック取ったりとかもあるんで、あんまり信用しすぎるのは危ないなとは思ってるんですよ。そうですね。でボーナスは8回引いて、うちエピソード1回あったんで、7回サンプル取れて、2人が6回、はい、4人1回で、セブンチャンスのうまくやれて、強チェリーヒート初当たりが1回あって、それ以外250ウェーブの当たりが4回、であと950ウェーブの当たりが2回です。で550はないぞ。であとその350とか変なところの、前兆も確認はできてないです今日。まあ、もしかしたらモードを示唆してるみたいな、はい、そうですそうです。もしそれがあるとしたら、なんか A のたまたま950で当たってる可能性もあるんで、ここがすごい難しいなと思って、で、マイナス770枚でした。すげえ中途半端な、めっちゃむずいんですよ、ここ。確かにそうなんです、ね、ちょっと僕いいですか、はい、それ言うとなんですよ、僕もいや僕もなになっちゃうんですよ、はいはい、初当たりは異常です。10回取ってます、通常ゲーム数が1723ゲームーなんで 172.3 分の1ですよ。ぶっちぎってますよね。ぶっちぎってる、ぶち抜けてると思うよそれ。ただぶち抜けてるんですけど、駆け抜けが4回あるんですよ、うん、でその分初当たりが多分軽くなってる、うん、めちゃくちゃ強いと思うんやけどな、さすがに。ただその駆け抜けが多かったってことを考えると、その分初当たりが軽くなってるんで、上は予想したいんですけど、なんかこれを6って言い張るのも、で2人が7回、4人が2回です。僕これ、まあ、金玉位出てると思って聞いてください、ね、はい、僕初当たり5回です、はい、362分の1、1度、まあ、1811ゲーム回してるんで、はい、でセブンチャンスの方は21回、 86.24 分の1、まあヒット下の数値じゃないですか、はい、で当たり方なんですけど、朝一250のところで当たりました、はい、でこれが駆け抜けでした、うん、次100もらいました、うん、それがめっちゃ伸びました、うん、で抜けて次950です。950、はい、950で、抜けて、で404のところで、はいはいはい、チャンスゾーン来て、うん、EX、うん、エクストラが入ってそれ当たりました、その次が950です。あー、じゃあもうモードとかそれが駆け抜けて次100です。あー、で初当たりは以上、950、2回、で400のところでチャンスゾーン1回、であとは102回、計5回、でボーナスの回数が7回で4人画面が2回、2人画面が、5回、キントロフィー、分からん、なんか追加要素もらえないかね、これだからもう本当にね、いい追加要素、これ僕だってトロフィー見てなかったら明らかに下って言っちゃいますもん ね、我こそは6って人いないの。もうでも僕初当たりで言ったらもう僕言うしかないんですよね、うん、うん、確かに。これじゃあ6でいいんじゃないですか、まあ、やっぱでもなんてそれ負けようなくないみたいな初当たりの数だから、それもパワーっちゃパワーですね。それは確かにね、そうだから少なくとも、うん、ピスとバッチさんはもうバッチさんも4以上なんで、うん、この2つは4以上だと思うんですよね。まあまあそんな気がしますね。だから、うん、あとはもう1人4以上がそう誰なのっていうのがもうここがすっげえ難しいんですよ。で俺4っつったらって否定されるんだもん言うの誰もさんは唯一1000超えてんすもんから、じゃあ、はい、設定1予想の人、はい、もうここは僕いきます、はい、設定1予想、はい、設定2でいく人、はい、マリモさん、設定3でいく人、はい、お、分かりましたね、じゃあ一応チロさん3、設定4でいく人、はい、ああ、はあ私は4でいきます、設定5でいく人、はい、やれたやれた、先に言いたかったな今、ごくさいんすよ、近距離スタートとかあったからなんかちょっとごくさいんすよねこれ。いいですか、はい、設定6でいく人、はい、あーっともういきます、まくしくも一応全員分かれたということで、5? 全員正解の面も残りましたね、しょうがない、うん、ちょっと待って、後悔ないの田中、いや4って言いたいんじゃないの、ちょっと4言っていいっすか、4って言いたいんじゃないの、あるよ、やっぱ4、うん、全然バスさん6、いや俺もね、はい、その250とかそのなんか 40% ぐらい引っかかるところを引けなすぎてるから、はい、こうなってるのにプラマイゼロっていうのもあるから、俺が多分5か6をあの性能殺してる可能性は俺もあると思ってる、じゃあ、うん、ここでこうか、あ4、4、6を、僕4行きたいっす、あ、そう、
なんかもうしっくりきてないっす。あ、そう。このパチスロ人生18年、うん、匂いが違うと言っているじゃあ俺6いこうか。俺ね、俺本当にね、はい、あると思う。なんかこんだけ250台で当たりがばらつくって、はい、そこあんま設定差ねえんじゃないかな、うん、いそうなんですよ。設定差ないところに嫌われてるのに、はいはいはい、プラマイゼロで耐えてるっていうのは、うん、まあまあ確かに、ね、設定のパワーが、うん、確かにかかってる可能性はありますね。じゃあとりあえずここ逆で、じゃあ僕6いきましょう、はい、ちょっと4いきません俺が、はい、どうで分かれる何勝手に、なんで笑しにしようとしてるの。4いかないですか。そう、だから僕もだから 3と4でめっちゃ揺れてるんですよ。なるほど。え、ってことは俺5から3に下がるかじゃあ俺3しますわ。じゃあ僕そのままあの方4でいきます。じゃあ僕5でいきます。じゃあ123123123456。それでは一滴目、はい、はい、設定1です。いきます。設定1はチェリオさんです。うわー、これで1、これで1だそうですね。でもこの2人のどっちかかなと思ってる節もあったんで、これはきつい。まあでも途中では途中で嗅ぎ取ってましたけどね。ちょっとなんか怪しい匂いは感じたものの、やっぱり他と見比べると、うん、まあ、ちょっとあれかな。でもそう考えるとあれですね、始まりの近距離とか結構、うん、だから注目してもいいっすね。ですよね。ちょっと今変更は。いやいやいや、もう一人知ってるんだから。もうダメだよ。もう終わってる。ダメ。もうダメです。2。行ってみます。はい。はい、設定2。設定2を打ったのは、マコスさんです。うわなんだよ。うわ、それはもう。マコスさん、どうする。すいませんでした。どうするよ。何を言ってんだよ、本当にもう。設定2でトップでだもん。いや、3、4、4ってくれよ。いいですよ。本当に本当にやばいよ。じゃあ、もう4人外れてるから、あと2人しかないってことでしょ。そう、我々しかない。正解の目はもう。行ってみたいと思います。設定3。マリモさんです。ちょっとそういうことか。やったわ。そういうことか。やったわ。やったわ。もうえ、ガッとしごろやん。そうっすよ、もうやばい。もうしごろしか残ってないんで。またやん。次呼んでもらわないと。もっとやったやん。設定4を打ったのは、ここでガッタの君が出てくれれば、まだ目はあると。設定4。設定4。松本マッチだ。うわ全滅。いや、それはだダメだった。やった、これはやった。まだあれか。ていうか、ちょっと待って、奪ったっすよ。これ僕だけ当たったんすよ。気まずー。正解よ。やりやがり、タラタラが。やった。そしたら切ってあげます。肉ちょくちょく切ってあげますから、許してください、本当に。あと田中だけ可能性ある。いや、可能性はもう5で呼ばれないと。いや、でも僕が5で呼ばれたら大変なのよ。さすが、これマジで。これはやばいな。まあ、一予想だからね。いや、そうっすよね。うん、これはもう、じゃあもうバット見て6を打った方をじゃあ発表しましょう。はい、6を打った方、もう当たるのはあとはピスちゃんが5予想してるんですよね。はい、だから6の名前で、ガッツちゃんが呼ばれたらピスさんが、ピスさんは当たり。当たり。なるほど。さあ、では参ります。最高設定6を、やばいよ。もう呼ばないでください。最高設定6を打ったのはピスタチオ田中さんです。そうだよな。そうやな。そうや、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 初当たり170分の16って言わんでどうすんのよ。バカだな。ピスタチオはマジでバカだな。5だ。5ですか。まさかの全員で腐らせて、これこっちも珍しいじゃない。全敗。ねえ、これ多分初めて見ました。初めてじゃないですか。初めてですか。初めて。初めて。初めて。だ。うわ、またさ、そうやってもう出ねえからって1ってもうおめえはマジなんで言ってたんだよ。おめえ1、2年目のやつがやることだぞ。出ねえからの1対1だって。みんな何にも見てねえじゃねえか。目つぶってったってそうやって言うやろ。何が大事なのかね、結局。ボーナスの終了画面結構大事だと思う。ボーナス終了画面は結構大事にしてていいと思う。僕はそうですね、2を打って17の16で2人だったんで。3でしょ。3で4の4が2人だもんね。はい、そうですね。で、あの404ゲームはもう気にしなくて大丈夫です。うん、僕、今日いただいてますけど、もう1なんで。
が打ったのは確かに唯一多分6で起こったのが100ウェーブで当たってます。あだからそれなんかそういうのもなんか怪しい、ね、はい、まあただね我々だと昨日今日パスを打ち始めたわけじゃないですから、はい、ああ数字が分からなくても匂いで嗅ぎ分けなきゃならない、はい、ああ上と下嗅ぎ分けた嗅ぎ間違えたやつはもうやっぱはい俺ですね、一回やっぱちょっと反省して戻ってきてもらわないと受け止めました今の言葉ただまあ裏を返せば展開次第でまあどうとでも戦えるね、うん、スペックということだと思うんで、うん、まあまあまあこの辺はもうちょっとオールデビューしてから我々リベンジさせてもらいましょう。はい、はいはい、というわけで今回は残念ながら我々6人、全敗という形になりましたけれども、5月7日から、はい、あちょっと待って、はい、俺の最多獲得賞はそうだ、そんなもんないですよ。何言ってんですかそんな別にそんな先輩の場合はないですね。そうだ最多獲得賞あった、はい、先輩なの俺先輩じゃないありましたね最多獲得賞はこちらになります。うわ出てきた出たかわいい見たことある見たことあるかわいいエブレカも同じ意味の今日何回も見たおじいさんがそうじいさんのやつすごい、はい、チャンスパターンじゃん。わそれ羨ましい。おめでとうございます。めちゃくちゃいい。ありがとうございます。すごいあの魚の名前がバッチリというわけで、5月7日、順次全国ホール同時に始まるそうですのでぜひとも皆さんもホールに入ったら、設定成績チャレンジしてみてください、はい、で楽しいとこもたくさん増えてますんでまあ打ってみた感じはやっぱ This is エウレカでしたね。ですね。ぜひその辺も楽しんでいただければと思います。はい、それではまたどこかのオール設定場でお会いしましょう。さよならバイバイ。さよならバイバイ。さよならはい、最後までご視聴ありがとうございました。今回でオール設定カンパバトルから、3回目もしくは4回目ぐらいだと思うんですけども、今回も当てれずでまたあの上と下を間違えるというね、不甲斐ない結果だったんですけども、今日はもうしょうがないです、はい。まあ、逆に位置であんだけ遊べる状態を作れてたのはまあまあ良かったのかなって逆に思ったりも、しながら、まあ、あとはもうあのガットさんの先輩がやばいっす。はい、もう次回もし一緒になった場合はマジで高設定を腐らせてる可能性が高いというのをもう今日も頭の中には入ってたんですよ。序盤からその話をしてたんで、うん、だからさすがに2連続と3連続とかないかなとは思ってたんですけどもうこればっかりしょうがないんで、まあ、あとは最後途中まで、バッツさんとピスが間に挟まって、両隣の挙動を見れてたんですけどあからさまにねちょっと弱役からとかのセブンチャンスの入りがちょっとおかしいんではないかという話も出てワンチャン下あるねっていう話も出てたんですけど、最後の最後にね、400ゲーム500ゲームぐらいで10回セブンチャンス入っちゃったんでそれもまたねちょっとこのブレた要因ではあるんですけど、まあ、もう少しね、情報出てきたら、より推測も正確にはなってくると思うんでまた導入されたら、打っていただきたいなと思いますし、次回ですね、機種何になるかわからないですけどそろそろ当てないといけないんで、マリモさんもまだ当たってないみたいなんで、マリモさんよりも先に、カンパできるように頑張りますんでまた応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。設定2を打ちました誠です。なんと初めて最多獲得賞をね獲得いたしましたっていう風に言えるようなテンションではないんですよね正直。まあとはいえですね、まあ、設定2で、まあ、2000枚以上のプラスを記録したという展開は良かったかなと思うんですがじゃあ設定を当てるという意味ではちょっと通常時のサンプル少なすぎたのかなと。まあ、通常時のサンプル、まあ、初当たりだったりとかっていうところに関して言うと挙動は良かったのでちょっと高設定なのかもしれないな。でもちょっと足りない要素もありつつまあでもその一番大事というか今のところ分かっているボーナス終了画面17回もサンプルを取っておきながら、デフォルトが16回も出てそれでいて、まあ、下と予想しなかった自分にやっぱ、ね、非があったのかなというふうには受け止めております。まあ、とはいえ、設定2でしたけれども、とりあえず AT に入れて、今ちょっと光ってるんですけどね、エアリアルチャンスに入れて、まあ、あともリプレイ引かない、これだけです。これだけでこの台は出せるってことは証明できましたんで、あとはもうフリーズさせて、ゲーム数なりボーナスの回数を増やして、バッて出す。これです、まあ、そこに設定差があるのかどうかちょっとまだわからないですけれども、まあ、設定にでも戦えたということで、
仮に定設定を打った場合もここさえ目指してここさえやれれば出るぞというその気持ちで皆さんもホールで打ってみてください。僕もホールでこの今日のことを思い出して頑張りたいと思います。ありがとうございました。今回もまたカンパ失敗でございました。5択に絞られたんですけどね、今回はね。で、一番上はないなと思えば4択だったんですけどね、やっぱ難しいですね、設定を見破るというのは。で、まあ本番中はね、収録中は人のせいにしたりしてましたけども、すべてね、私の不徳の致すところでございます。精進したいなと思っているんで、まあ、次回どんな機種でね、出させていただくことになるか、まあ、そもそも出番があるかどうかっていうところなんですけども、ここまで外し続けると、まあ、ちょっと次回までに、ちょっとスキルアップしておきたいなと思います。で、こちらの機種に関してはちょっと今日 AT1 の展開もあんま良くなくてですね、最大枚数で5、600枚ぐらいしか出てないんですよ。だからまあ AT 中のその良さもあんま味わえてなくて、現状一番面白いのがあの通常時のセブンチャンスというところですんで、そこを塗り替えられるような、展開をホール実戦では味わいたいなと思ってますんで、そちらを期待してホールデビューを待ちたいと思います。今回もありがとうございました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。松本バッチです。本日はですね、設定4を打ってですね、設定推測失敗してですね外したんですけども、まあ、トロフィーという、一番有利な手がかりを得ながらも外してしまったことは残念だったんですが、まあ、これだけですね難航する機会であれば、ゲーム性はしっかりしてて、シリーズのファン、そして僕もねずっとエウレカ好きだったんですけど、満足いくおもろいなと思える出来になってる上で、難易度も結構高いということは、お店さんもね使いやすいんじゃないかなと思いますし、その比率もまあまあ高くなってくるんじゃないかと予想できますから、ぜひとも皆さんも挑んでみてですね、まあ実際の答えが分かんなくてもですね、座っちまえばこっちのもんですから、思う存分ホールの方で波に乗っていただければなと、非常に自力感上がってると思います。それでは最近調子良かったんですけどね、また次の機種で、しっかり当てれるように頑張りたいと思います。あとは早くマリモさんの腱鞘炎が治りますように。またお会いしましょう。申し訳ございませんでした。5なんですって、これがちょっと僕のデータからは5という数字が出てこなかったので、非常に申し訳ないなといった感じなんですけれども、ただ一回ねその5っぽいなっていう要素の部分では、その AT 入った瞬間の広角に上がった瞬間とか、やっぱ1回目でね800枚ぐらい出せるっていう、そのうまく噛み合った瞬間っていうのをね味わうことができたので、まあそういうところをもうちょっと意識してれば答えも変わってきたのかなと思うんですが、やっぱり5は出せなかったかなと正直思いますね。ただホールでこうなったら僕収録ではかなり粘るんで、ホールで5以上出してしっかり出したいと思います。ありがとうございました。6っす。しかも自分でこう肉掴んだのにぶんなりました。すいません。いやただやっぱ初当たりプラスこれにエアリアルが絡んでた場合、現状196枚のプラスで終わってますけど、多分バカ出てますん でそこの絡み具合、エアリアル試合でどうとでもなるなといったところで、まあ、伸ばしどころ叩きどころしっかり明白なんで、まあ、ホールに導入されたら私も打とうかなと。あとちょっとバチさんの肉も勝手に投げちゃったんで、アイコスでもおごって終わりたいかなと思います。ありがとうございました。